こういずれ行く自分のでかい姿がもう見えてるんで、あとはそこに自分がどれだけ近づけるかなんで、まあ、その通過点がこのワールドカップではあると思うんで、そうですね、まあ、うん、まあ嬉しさもありますし、まあ、ほっとしてる部分もまあありますね。それ以外はそんなに変わらないというか、うん、まあもともとなんだろう、その入る入らない置いといて、まあここに出ることを目標にやってきましたし、それはチームでも今までの代表でも、だから当たり前って言ったら変なんですけど、そこに入る前提でやっぱ動いてきたんで、だからそこに入ったとしても入らなかったとしても別にどっちでもよかった、どっちもいいというか、まあその自分が決めることではなかったんで、自分の中で特別嬉しいっていうよりかは、まあまずはこうそこでプレーできる権利をまあ獲得というかチャンスをいただいたっていうのは、まあそういう面ではすごくホッとはしてますね。まあやっぱりまあテレビで見てた世界なので、まあ果たしてそれがどういう舞台なのか、どういう雰囲気なのかっていうのはやっぱり、うん、選手としてはやっぱり一度は味わいたかった舞台ではあるので、まあそこに自分が行けるっていうのはすごく光栄だなと思いますし、まああとはもう本当にそこに行って何ができるかだと思うんで、出ることが目標じゃないし、まあそこで何ができるかだと思うんで、あとはそこに向けて準備をするだけかなと思います。まあその日本代表という面で見たときには、まあ2010年が一番すごく僕は印象に残ってはいるので、まあその大会にはなりますかね。結果は置いといて、やっぱりグループステージ突破することから始まって、まあその前にもやっぱりいろいろこう物語はあっただろうし、まあ戦い方の変更だったり、まあそういうのも含めてこう、まあすごく簡単ではない大会ではあったものの、やっぱりあそこまで行ったっていうのは、やっぱすごく、まあ見ててもすごいなというふうに思いましたし、まあ多分僕が見てたワールドカップの中で多分一番最初にこうはっきりとこう記憶に覚えてるというか、ちゃんとこう見てた大会だったんで、まあそういう意味ではその大会はすごく、うん、心には残ってますね。まあ少し早いなっていうふうには思ってるというか、まあその自分の描いてたサッカーキャリア的には、まあもう一個後だろうなっていうのも考えてはいたんで、まあそういう意味ではその初めてこう代表に選んでもらった去年の10月からまあよりワールドカップを意識するようになりましたけど、やっぱり総じて見ると少し、まあいい意味で自分を裏切ってくれたなっていう感覚ではありますね。4年に1回ではあるものの、出るチャンスっていうのは、まあ多分選手の年齢的にも限られてるとは思うんで、まあ世界、そのなんだろう、若いとは思わないですけど、ただこのメンバーの中では若い方で、東京世代で若い方ではあると思うんで、まあ東京世代も多いですし、まあそういう選手たちがどれだけこういう舞台でできるかっていうのはすごく重要なのかなと思います。そうですね。まあやっぱりそれは嬉しいなと思いますし、まあその一緒にプレーする機会っていうのはまあ代表でしかないので、まあそういう意味では、まあフロンターレの選手もそうですし、こう今までやってきた選手とまあそういうピッチで試合ができるっていうのはすごく光栄なことではあるのかなと思います。いやまあ率直にまあ素晴らしい選手だなと思いますし。まあその自分としてもまあこうなるだろうなっていうのも分かってたんで、ただまあこれをこうじゃあ今すぐ変えれるかって言われるとまあそうでもないし、まあそんな簡単に変わるとは思ってないんで、ただこう自分が出た時に何ができるかっていうのは重要だと思いますし、そこで良ければやっぱり変わる可能性はもちろんあると思うんで、ただもちろんその現時点でのそれをその序列というか変えれるチャンスがあるかって言われるとなかなかないと思うんで、まあ時間もないですし、なんで、まあそこはなんだろう。そんなに気にしてないというか、まあ自分のやるべきことにフォーカスして、まあ自分が出た時に結果を残すことができれば、まあより自分がプレイする時間も増えるだろうし、そこはなんだろう。その自分じゃどうしようもできない部分ではあるんで、まああとはそのなんだろう。自分ができることをやって、それを評価してもらえればいいのかなと思ってます。まあやっぱりより多分僕の方が、まあ攻撃的な部分はあるのかなと思いますし、まあいろんなエリアでプレイできる自信もありますし、まあだからこそこういろんなところでボールに関与して、まあゲームを作ればいいなと思いますし、まあなおかつ、まあ動ける範囲も広いと思うんで、上下左右でプレイする関与を増やして、チームを活性化できればいいのかなとは思ってます。どうですかね。まあやっぱり、いやわからないですけど、まあ緊張はするのは間違いないなと。それは多分、別にワールドカップにかけるとどの試合も緊張してるんで。なのであれですけど、ただまあ、自分がどういう
形でプレーをするのかによっても、やはり、緊張の仕方は異なるだろうし、まあ、スタメン出るのか途中から出るのかでも、まあ、その試合の入りっていうのは、フィーリング的にはやっぱ少し変わってくるんで、まあ、そこは、いざ多分その立場になってみないと、まあ、オリンピックの時もそうですし、まあ、いざその大会が来て自分が初めてプレーする瞬間が来ないと、やっぱちょっとわかんない部分はあるのかなと思います、ね。そうですね。まあ、今思うと大きいのかなというふうには、まあ、僕自身は勝手に思ってて、まあ、何かこう、ワールドカップその世代別のも出たことないですし、まあ、世界大会っていうのもあんまなかったんで、まあ、初めてああいう舞台で、まあ、しかも東京でっていう中ではすごく期待値も高かっただろうし、まあ、ワールドカップに比べればもちろん全然大会の規模は違いますけど、だそのオリンピックでのその期待値の高さを含めると、まあ、すごくあの大会を経験したことはすごく大きかったのかなと思いますね。いや、早かったなとは思いますし、早すぎたなというふうに思う自分もいるし、ただまあ早いに越したことはないですけど、もう本当に僕は結構、まあ4年後だと思ってたんで自分が仮に出るとしたら、別に何か成し遂げてるわけではないですけど、まあそれなりに自分の中ではやってきた部分はあるのかなと思いますし、もちろんまだまだその通過点ではあるだろうし、その僕の中でも上に行ける自分が見えてるんで、現時点ではこの、なんていうんですか、こう、大した自分じゃないっていうのは変なんですけど、自分が描いてるものと比べると、そんなに大きな自分ではないですけど、ただこう、いずれ行く自分のでかい姿がもう見えてるんで、あとはそこに自分がどれだけ近づけるかなんで、まあその通過点がここで今であり、このワールドカップではあると思うんで、まあまずはこのワールドカップで自分が今までこう、積み上げてきたもの、サッカーを始めてから、積み上げてきたものを出せればいいのかなと思ってます。まあ個人的には、まあやっぱり32カ国でのワールドカップが自分の中でワールドカップなんで、ベスト8っていうのがすごく大きな壁ではありますけど、それは多分32カ国でのベスト8であって、多分その次の48カ国になったらまた違う形にはなると思うんで、まあだからこそこの、まあ32カ国でやる最後の大会で、まあ、まずはそこの壁を破りたいなというふうには思ってて、でそこにこう自分が少しでも貢献できればいいのかなというふうには思ってます。まあ、まずは失点しないことが一番重要かなというふうには思ってて、まあ、特にグループステージなんかは、まあ、相手に勝ち点3を上げるのと引き分けで終わるのでは、すごく差があるので、まあ、まずはそのどの試合においても、0-0 で進める時間っていうのは、まあ、絶対に必要なのかなというふうには思ってるんで、まあ、そこはすごく、まあ、どの試合でも、キーなのかなというふうに思いますね。まあやっぱり、まあ初戦は大事なのかなというふうには思ってますし、それは僕も。まあチームとしてもやっぱりそこで勝つのと、まあ引き分けでも負けでも分からないですけど、まあ雰囲気はやっぱ大きく変わるのかなというふうには思ってるんで、まあそういう意味では総じてそこが大事というか、まあそのグループステージで仮にじゃあこうどっかで1敗するにしても、まあ初戦でするのと、まあ第3戦でするのでは、多分チームの勢いだったり雰囲気っていうのはやっぱり違うだろうし、まあそういう意味ではこう、相手もドイツっていう中で、より多分自分たちにこう、パワーがつくとは思うので、まあそういう意味では本当に大事なのかなというふうに思います。まあ皮の部分は、まあすごく自分は気にしてる部分であるんで、まあ自分の足の形も結構こう、特殊な形とか横に広いんで、まあ足にこう馴染んでもらった方が自分はプレイしやすいんで、まあ、そういう意味では川のスパイクの方が自分は合ってるなというふうに思いますし、僕は結構モレリアの白をかっこいいと思ってるんで、僕毎回試合では白しか履かないんですけど、フィーリングも含めて、その自分のタッチのフィーリングもそうですし、その目で見た時のフィーリングも僕は白い方が好きなんで、まあそのスパイクで、まあ今までたくさんプレイしてきたし、まあワールドカップでも点を取れればいいのかなというふうに思います。まあやっぱり4年に一度なんで、まあ、こういう大会を経験できる、できないのが、やっぱり、選手としてもそうですし、こう、後々自分の人生を振り返ったときに、やっぱり大きく違うと思うんで、まあ、まずは、こう、自分がこの大会をこう楽しみたいなっていうのと、やはり、こう、ワールドカップっていう舞台の良さっていうのは、90分の中で、いい時も悪い時も、いろんなことを、こう、国全体で、まあ、いろんな人と共有できるっていうのが、まあ、ワールドカップの良さなのかな、まあ、スポーツの良さなのかなというふうに思うので、まあ、いろんな人に見てもらいたいなというふうに思いますし、
あとはもはやもう、こう、自分のためだけのサッカーではないんで、まあ、いろんな人のために、国のために最善を尽くしたいなというふうには思います。